俺だこんにちは、神田です。本日は、レノファと対戦した町田についてお伝えしようと思います。まあもう皆さんね、ご存知だと思いますが、J2 リーグ第11節アウェイ町田戦、結果は、 2対0で勝利という。よっしゃ神田のね、予想通りで2対0で勝利という。いや、スコアも見事的中ということですし、まあ何よりも永遠のライバル、町田にね、勝てたことがもうめちゃめちゃ、えー、嬉しいです。まあ試合をね、早速振り返っていこうと思うんですけども、 レノファは前回同様の3、4、1、2で臨みました。まあ渡辺監督の中で京都に負けたけど、かなりね、手応えを感じたシステムだったんじゃないのかなと。で、町田は前からね、プレスをかけて、えー、レノファが後ろでビルドアップするために、ボールを保持しようとしたら、 え、町田が、ま、スリーラインを形成して、上下運動を繰り返して、コンパクトに保って、中盤にボールが入ったら、レノファのボールホルダーに対して、厳しくいく。そして、何よりもディフェンスをするときは、もう立ち位置を決めて、 奪った後は、誰がどこに動き出して、どのスペースに走り込むかっていうのをね、しっかりね、こう決まってたなと。レノファの町田戦での目的は、後ろ3枚でしっかりね、ボールを動かすことによって、横の幅を使いやすくするためと、 ヘナン選手に対して、ヨシオ選手がプレスに行った際に、えー、ボランチの脇のスペース、ここと、ここ、後ろのスペースが空いてくることを、まあ試合をしながら、まあレノファが気づいたのかなと。 もう一つ、えー、レノフアがこの試合でやっていたことは、町田がね、こう、マンツーマンで前からプレスに来たら、それをかわすために、サイドのね、深いところにパスを出して、町、あ町田のディフェンスラインを下げさせて、えー、しっかり、えー、ここに対してプレスに行く。 そうして、えー、ボールを蹴らせることによって、セカンドボールを回収したり、えー、ディフェンスライン、レノファの、を、ぐっと上げることによって、こう、自分たちの時間を作ろうとしていた。さっきも言ったけど、横の幅、と、 深み、縦の深みを使うことによって、相手の陣地まで入っていくことを徹底してやっていたなと。で、先制点は、後半ね、開始早々の、町田がね、こう集中しきれてない時に奪えたことが、えー、素晴らしかった。町田が、えー、レノファの陣地でクロスを上げて、ボールをね、 クリアされて、そこでね、町田の選手がこう簡単にレノファの選手と入れ替えてしまって、こうディフェンスラインが前がかりに来てたところを田中選手が見逃さず、こう裏のスペースに出して高い選手がゴールと。前の動画でも言いましたが、町田が前からプレスをかけてくるなら、 裏のスペースに蹴り込むことを第一優先にすべきというね、ほんと神田が言った通りの先制点。まあ自画自賛ですけども、でこれは本当にね、えー、狙い通りだったんじゃないのかなと思います。で、二得点目も、ボールを奪ってから、えー、サイドが幅を、を取ったところですかね。幅を取って、広がったところに、 え、展開して、そこからボールを受けたのを確認してから、えー、レノファのツートップが、えー、走り込んでいく。展開。えー、高井選手が、えー、ディフェンスラインの斜めに走りに行って、えー、背後に小松選手が走り込んでいくという。町田のディフェンスラインが、 ツートップが同時に動き出したので、こう、スライドするのが間に合わなかったと言ったらいいのかな追いつけなくて小松選手がそれに対して冷静に決めると。これはね、ほんと練習してきた形じゃないのかなと思います。え、この試合で少しずつですが、ほんの少しずつですが、こう渡辺監督の やりたいサッカー、したいサッカーが形になってきたんじゃないのかなと思います。4バック、前節から3バックとシステムを変えてきましたが、根本的には、ボールを保持するという部分は変わっていないのがレノファです。自分たちのやりたいサッカーを変えての勝ち点ね、3をゲットしたわけではない。 渡辺監督が今いる選手の中でやりやすい立ち位置のシステムを使ってるんだろうなと思います。まあ一人一人にまずは明確な役割を与えて、まあ自分の色、特徴はこれだよって、それを遠慮せずにトライしていいよっていう渡辺監督と、まあ選手の間でのこう信頼関係が出た試合だったなと思います。 でも、町田が勝っててもおかしくなかったと思います。えー、前半2分、前半14分のシュートを決められていたら、レノハはもう負けていたなと。バイタルエリアまで町田はいい形を作るんだけど、ほんのね、ほんのちょっと合わずにゴールが決めれなくて、本当にレノハは助かったと。 課題としては、サイドの深い位置にボールを入れられて、マイナスのクロスを上げられた時の、ここのスペースの守備と、スリーバックなので中盤でボールを奪われて、シンプルに裏に出された時の守備の対応。ここはほんと課題だと思います。 今回は、たまたまね、バーとポストに助けられたけども、町田はね、本当に、こうから種の切り替えが、は、早いですし、ハイプレスのマンツーマンディフェンスで攻撃の時の、こう、波のような波状攻撃は、本当、レノハは見習うべき点だと思います。改めて、町田の強さと、 ポポビッチ監督のやりたいサッカーがもう成熟したチームだなと思いましたで。次は5日ですかね。5日はホームで千葉戦なので、えー、神田応援に行きたいと思いますので、また、えっ、ー、と、皆様と一緒にレノファの勝利を信じて応援したいと思います。いつも最後まで動画を見ていただきありがとうございます。それでは、また。